ナノテクノロジーや情報化の進展により、熱膨張による位置気味のズレや情報処理に用いるエネルギーの増大、リチウムイオン電池の危険性など、これまで見逃されていた様々な問題が顕在化しています。私たちは、新しい機能性物質の開発を通じて、こうした問題の解決に取り組んでいます。我々が開発した温めると縮む不熱膨張物質は、プラスチックの熱膨張を抑制して、ゼロ熱膨張材料を実現することができます。また、電力を消費する磁場を用いず、電圧を引火するだけで磁化を反転できる材料も見つけました。超低消費電力のメモリ素子に応用可能です。この他にも、環境に有害な鉛を含まない発電体や、全固体電池実現のための固体電解質の開発も進めています。誰も作ったことのない新物質を実現するため、人造ダイヤモンド合成に使われる超高圧合成や、原子をバラバラにして並べ直すレーザーアブレーションなどの手法を用いています。こちらは、6方向から加圧することで、中心に8万気圧の圧力を発生する高圧装置です。我々はこうした装置を4台持っていて、最高20万気圧までの圧力下で新物質の合成を行っています。こちらの装置では、1マレーザーを照射することで原子をバラバラにして、単結晶の基板の上に1層ずつ並べるという方法で新物質を実現しています。また、スプリングゲートの放射光 X 線や、J-PARC の中性子線といった量子ビームを用いて、こうして得られた新物質の結晶構造や電子状態を精密に調べています。多くの方は、化学というと有機分子を自在に結合させて分子を胃のままに作り出すというイメージがあるのではないでしょうか。私の研究している無機固体の化学では現代のテクノロジーをもってしてもそのような自在な物質合成は難しく、それどころかその反応のメカニズムさえも多くの場合は理解できていません。それは結晶中に10の20乗個を超える膨大な数の原子が含まれており、それらの原子の動きを精密に制御することが難しいからです。私たちのグループでは超高圧を使ったハードな反応から、溶液を使う低温のソフトな反応を利用して、これまで誰も作ったことがない無機結晶を戦略的に合成することに取り組んでいます。また、スプリングゲートのような大型施設を利用することによって、無機結晶の反応をリアルタイムで計測し、反応のメカニズムを理解することに挑戦しています。これによって、将来有機化学のように、無機結晶でも自在な物質合成が可能になることを夢見ています。